ハウディ、ジェスターセラです。後ろはね、小田急多摩センターなんだけど、ピューロランドってどう行くの？調べようともしないこの感じ。とりあえず、そうね、待ち合わせの時間までもう間もなくなんだけど、なんとなくね、もう10年来来てないんだけど、その昔の記憶が確かなら、この道歩いてって、ああぽいぽいぽい、そうそうそう、こういうところ、こういう感じのカラフルチック、ああこっちこっち、はいはいはい、思い出した、ああ見えました。この道まっすぐで、そうそう、あってあって、よかった。もうほんと10年来来てないんで、10年以上来てないぞ多分。まっとうにがっつりと来たことがあるのは、多分ピューロランドでできた年とかだと思うんだよね。なんでほんとそんぐらい全然来てないですね。まあ今日はね、ゲストのアリスさんがいるんで、でまあピューロ入り口集合ねってことで、多分先に待ってると思うんですけど、行きましょう行きましょう、行っときましょう。遠いよここ。知ってます、俺も感じました。あ、遠いなって。2時間以上かかりましたね。めちゃめちゃ遠いわ。どうやって来たらいいか全然分かんなかったもん。駅からもあれ、こう、ね、あれどっちだっけ、自信がない。そう、とりあえず人混みの方向かって。あ、そう。いや、まあ、一応ね、電車の窓からさ、この建物は見えたから、はいはい、方角はなんとなく分かってたんだけど、いや本当にあっちだっけかなって。マジで10年以上来てないからね。俺初めてっす。マジか。おお、ちょっとワクワクしてます。マジか。開園年度に1回来たっきりだからな。あ、そっから多分それはパスポートはそのまま入園可能タイプですか？いや、多分引き換えが必要なやつ、うん、自分そのままタイプですよ。マジか。それ損じゃない？え、いや、こっちの方が楽じゃないですか。楽だけどさ、楽だけどさ、確かに。本日は再入場できます。再入場できない日もあるってこと？平日は基本的にできないらしいです。混雑してる、混雑が予想される日は可能らしいです。外で食、中で食事が困難になる恐れがある。ああ、そういうことか。じゃあ今日はそういう日ということ。今日はある程度、でもレストランもさっき見たら5分待ちとか10分待ちですよ。引き換えをお願いいたします。では大人の方1名様分お待ちいたします。はい。お待たせしました。1名様分お渡しです。はい、ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。こういうのがね、ここだと思うんだよ、チケットって。こういうところのディズニーもそうだと思うけど。じゃあ、まあ行きますか。こんにちは、お願いします。ゲート回ってますよね。まあまあまあ、そうだけど、さあ、すごい。12時って言ったんですけど、実はちょっと見たいなって思ってた感じのやつがもう終わってるっていう。あのリルリルフェアリルのショー的なやつが11時半から12時って書いてあったんだよね。あ、なるほど。なんでもう終わってるので、別に。いや、結構人多いっすね。目標は。あら、本当。多分正解だったかな。ゴーグルじゃなくて、基本屋内だからさ、絶対暗いだろうと思って、あの F 値高い方持ってきたんです。またキュンキュンしすぎてその場で動けなくならないよ。この感じで25分でさばけんだ、すげえな。それではこのままだとこのチームキステージ前ではみんなにキュンをプレゼント。キュンキュングリーティングスタートいたします。
な、何のグリーティング？ケンケングリーティング。1時からパレードありますよ。あ、そう。ミラクルギフトパレードがここで。ほう。やるね。この感じでパレードが。いや、俺が覚えてるのとだいぶ違うわ。マジですか。だいぶ違う。どこに何があるかさ、全然わかんないから、とりあえず、あの、何もわからんままに何もわからんままに、とりあえず来たって。とりあえず歩いてみようか。